キチャンネルちょっ。さあということで今回は現役ドラフトパネゼンね、はい、まあ、現役ドラフトの季節がやってましたけど、はい、まあ、昨年ね、うん、第1回目開かれて、うん、細川と大竹が大ブレイクしましたけど、その陰に隠れてひっそり戦力外になった選手も多数います。だからやっぱりね、現役ドラフトはモノハの剣だね。もちろんガッていく可能性もあるしね、俺がもう一番最初の動画ぐらいで言ったけど、もう戦力外になる見本市みたいなね感じになるっていう、もう表裏一体の感じになってくるけども、まあ2回目っていうね。あとね、現役ドラフトには多くのそのいい作用があるんだけど、その現役ドラフト、ね、もしくはトレード最大の意義は何でしょうっていう、何でしょう、選手にとってチャンスもらえる、もちろんチャンスもらえる、はい、買い殺しを防げる、はい、ね、環境変わって新しいコーチとの出会いが能力を開花させる、はい、こういう技術面、はい、成績面、はい、大きくあります、はい、でもすごいいい意義が一つあるんだ。現役ドラフトですか。これをね、もし言えたらね、すごいね、選手にとって一番大事な、結果を残す結果を残さない別として最高の最大の意義があるんだ、人生にとって。これがもう分かればね、もうワンランク人としてアップするね、視聴者の人もね。それ精神的な問題なんですね。そうだね、そういうことですよね。うん、はい、分かりました。もうラストチャンスなんでやらなきゃいけない、スイッチが入る。ああ、それ浅いね。浅い、うん、一番大きい意義は、はい、選手の言い訳を消して後悔させなくする、で諦めさせる、プロ野球界を、はい、結局一つの球団にとどまったら、でそこでうまくいけばいいけど、うまくいかなかったことやつが言うのが、監督コーチが悪かった、合わなかった、俺はあいつのせいで潰された、あいつに嫌われてたから使われなかったっていう人のせい でもう一つが、こんなチームじゃ強くなられへん、うまくなられへんと、チームの施設、育成方針、全ての方針が俺の成長を妨げたっていう、俺はもう本人が一番悪いと俺は思ってるんだけども、でも結局納得できない人たちは何かを言い訳にして、俺のせいじゃない、あいつのせいやって言ってみんな辞めていくわけよ。聞きますね、それ。聞くやろ、事実かどうかは別として溢れ返ってるやん、はい、あのコーチが壊したとか、はい、あのコーチがイップスにしたとか、なんか乗ってるやん、はい、でもチームを変わった時にそれはもう通用せえへんとなるわけよ。会社でもそうだけど、2つの組織で人のせいにしてたら、もうそれはお前が一番悪いんだぞってことじゃん。そうですね、1つだとね、まさかあるけど、2つ行って、いやあのコーチのせいやとかって言ってるやつはもうクソだね、正直ね、うん、だからそういう風に現役ドラフトとかトレードとかで違う球団、2つ以上の球団に行くことによって、この選手の言い訳をなくす、しっかり諦めさせる、ダメなんだっていうところの気持ちの整理をつけさせて、次の人生のステップにおいて生きやすくするっていうね、もう一つの最大の俺は効果があると思ってて、だから今回もちろん大竹とか細川とか良かった選手はね、非常にこれでチャンスを得て良かったけども、その中でひっそりクビになった、戦力外になった選手もいっぱいいるやんな。だからロッテからヤクルトに行った成田とか、いろんな選手がね、クビになった選手も球団によっているけども、そういう諦めがつくと思うね、そういった意味でも大事かなっていうね、ところはあると思いますけども、その中で今回はパ・リーグ編ということで、はい、これはトレードに出してあげた方がいい選手、秋バージョンです。今のチームにいてもフィットしてないと、だからチャンスを上げて他のチームに行った方がフィットするんちゃうかっていう期待の意味を込めた選手たちを佐々木が現役ドラフトに習いました。だからこういう選手が出てきたらね、すごいよ逆にね。まずは日本ハム、各チーム3人ずつ、はい、まあ、最低2人出さなきゃいけないから、ね、3人選んでます。1人目日本ハム、清水勇士、これはもう出してあげた方がいいやろ、まあ、あのグラブを外した時点でもう構想外になりつつあるっていうのと、そうですね、まあ、今年もね、ルーキーで上武大のね、キャッチャーの子ドラフト2位で取ってて、マルチネス、伏見、ね、古川、郡司、郡、ね、タミヤ、上林と数もいるから、そういった意味では清水ね、欲しいところあると思う、ね、
あると思いますよね。バッティングはいいからね、うん、正直去年キャンプとかでサードとかやってたからね、はい、だから人気にもなる可能性もあるから、キャッチャー足りないところだと、はい、経験も十分ありますしね。あるあるある、はいね、インプレーだ、一言だけねアドバイスするとしたら、はい、インプレー中はあのミットを外すな、はい、これです。ね、で2人目今川優馬、だからまあ ね、 そうですね、今川も日本ハムファンやしね、はい、北海道っていう地元っていうところもねあるから、ファンの人はね怒るかもわからないけども、出番がねないのよ。もうチャンスあったよ、今川もチャンスあったけども、まだフラットで誰が来るか分かんないっていうところを松本がね昨年首位出し取って一気にスターダムでしょ、で今年万波がもうちょっとでホームラン王っていうところで、まあ普通に考えたら松本万波はもう固定されるじゃんね。でセンターってなったところでトレードで来たね江越で、磯畑もいるし、で浅間で矢沢がまあどうなるか分かんないっていうねところで言うと、まあもちろん怪我人とかね出たらっていうところはあるけども、まあちょっとほぼほぼチャンスだよね。ないですね。うん、でマルチネスも外野守れるじゃん、はい、でまだ外国人も取ってくるでしょうと、はい、って言ったところでは、それだったらもちろんワンちゃん環境を変えて、うん、バシッとハマっても面白いちゃうかっていうね。で3人目田中エイト、こちら24歳、6年目、はい、ね、1軍では2試合登板2先発で、2軍でも10先発、まあ、ここもねちょっとチャンスが、そうです、ね、いくら噂がいなくなったからって言ってもどうなんだろう。チームとしては立つとかの方がね、うん、優先順位が高くなってきたり、金村とかもね去年は怪我した、今年は怪我したっていうところもあるけども、うん、復活してきて、はい、まあ、もしチャンスがないんだったら現役ドラフトに乗せてあげても、うん、俺はいいんじゃないのかなっていうね、はい、ところが、まあ、日本ハム、はい、続いてロッテ平沢、ここはもうね平沢のためにも、まあ、今年ね結構怪我人も出てチャンスもらったと思うんだよね、はい、それでも打率1割7分ホームラン3本っていうところで、やっぱり昨年ね2軍で首位打者取ったけども1軍に来たらなかなか活躍できないっていうところで、まあ、今年2軍でもねそこそこの成績を残してるっていうことを考えれば、もう本当に何回も言うけどロッテでもやることないね、だからもう誰もわからんやろ藤沢、あの平沢が結果出せないこと、だからもうチーム変えて新しい出会いのもとで殻破る可能性もあるから、俺はもう現役ドラフトに乗せてあげてもいいんちゃうかって正直思うんだよね。で続いて佐々木千早、7年目、ね、まあ、今年1軍で、2試合登板っていうところだけども、もう後ろもね横山だったりとか若いところ、まあ、東だったりとか、あの若いところがどんどん出てきて、左で坂本ね、西村もトレードに取ってきていいし、中森も出てきたし、で沢村もね、はい、っていうところもあるから、でペルトもいるでしょ、だチャンスないわけよ。それだったらもう思い切ってね、まあ、先発もできるし後ろもっていうところでは現役ドラフトに上げてチャンス上げてもいいんちゃうかっていうね。でもう一人が国吉勇輝、終盤1軍で投げたけどね、うん、まあ、リリーフもさっき言った通りちょっともう飽きないやん、うん、正直。そうですね、それだったらまあ本人のためにもワンチャン現役ドラフトで新天地を探してあげた方が、まあお互いにとってメリットあるんちゃうかっていうところではロッテはこのね3名の選手。で続いて楽天茂木栄吾、使わんやん、そのなんか今井が監督になって、はい、でなんかもう一回みたいなね、はい、だから、まあ、そこで、ね、石井さんから今井になって監督が、でも石井さんはまあ GM 新しい職にいるわけでしょ、はい、ってなった時にもうチャンスないんだったらもう思い切って現役ドラフトに上げてあげた方がいいよね。本当に人気出ると思うよ。中日とか欲しいんちゃう？いや欲しいですよ、めちゃくちゃ ね、 うね、うん、だから俺は茂木はもう使わないんだと、んで使わんやろと思うね。だってショート村林でしょ、はい、でセカンド浅村でしょ、はい、でファーストはまた外国人とか多分取ってくるやろ、もしくは阿部選手とかね、阿部、はい、とかもで小深田でしょ、はい、で若い黒川とかも成長させたわけでしょ、で伊藤幸也でしょ、いや使わんやろどう考えても。で別にね誰かを外野にコンバートするほど外野も空いてるわけじゃないし、その中途半端な声掛けは逆に地獄だからね、優しさじゃないからね、ポジション表す争わす気もないんだったら茂木のためにも、茂木出したら一番人気ぐらいなる可能性俺はあると思うんだよね。だから茂木のためにも俺は出してあげた方がいいんちゃうかって正直思うんだよね。でもう一人田中和樹、だからこれはもうちょっと今便利屋的なね、あの守備足っていうところで使われてるけども、ちょっと打撃も今年ね0割8分8厘っていうところで、外野も小郷がね出てきたしね、
で島内最後ね状態上がってきたし、岡島、辰巳で、まあ外野はまだ武藤とかね、あ武藤選手ね、うん、で吉野とかもドラフト1位取ってたから ね、どうにかしていかないといけないしね。そう考えると田中和樹も出したら目玉になると思うけどね。そうですね、うん、だからもうこのままいても多分田中和樹も変わんないと思うね、うん、正直。だから新しい環境の下でもう一回ね、ジャンプアップできるようにっていう、うん、来年30歳ねっていうところはチャンス上げてもいいんちゃうかっていうね。で続いて西武1人目ウネンティ。いやウネンティもうおととしぐらいかトレードに出してあげた方がいいって言ってて、まあ、今年も2割5輪っていうねところで、まあ、2軍ではね3割4分1に打ってんだけど、多分使わないじゃんね、もうないしなポジションないですよね。ないから思い切って現役ドラフトに上げてもいいんちゃうかっていうね。来年31歳、環境によったらねまだまだいい働きするからね、いい形のね存在になるかもしれないっていうね。でもう一人が陽川直政。いや去年現役ドラフトで入ってきたんだけど、はい、もう一回ウネンティンと一緒でちょっともう場所がない。マキロンとかもいるしね、あとまあ山川の FA するかしないか問題でもね結構大きく状況が変わっていくけども、だからもう一回このままいてももう本当に次の住処になっちゃうから、そうですよ、ね、うん、ここはまあ洋館のためにも出してあげてもいいなっていうところと、あとはねこのね小玉、山野辺、山村、まあウネンティもそうだけど、ここら辺ちょっとキャラかぶりしまくってるから、ここの中の誰かを出して、子供使うのも山野辺いらないんだったら山野辺とかね、だからここら辺、まあ、2番手じゃんね、源田と野崎いるから、そう2番手大渋滞キャラかぶりが多いから、そん中1人出してあげてもいいんちゃうかって本人たちのためにもね、あとまあ平沼とかね、もう いるからね、そこら辺は、あと佐藤達もいるしね、うん、ちょっとキャラかぶり多いからね、そうなんです、うん、ここら辺誰か出してあげた方がいいかなと思うけども、まあ、ようかうねんていうのはもうぜひ出してあげた方がいいかな。ね、あとピッチャー、ね、もう一人浜谷翔太左、だって今年も竹内取ったし、はい、で隅田で佐藤っていうね左もいるわけでしょ、それはもうちょっと苦しいよね。だからそれだったらもうワンチャンね現役ドラフトに上げて、もしどっかチャンスがあるんだったら、ね、大竹みたいになる可能性もあるしね、うん、そうですね、うん、チャンス上げてもいいかなっていうね、はい、続いてソフトバンクリチャード。もうソフトバンクでやることないやろ、やることないですね、うん、正直、はい、それだったらもうワンチャン場所変えて何かのコツをつかめる可能性あるからね、人との出会いでね、そういった意味ではまあもうだって井上来てるしな、順番下がってきてるもんな、今年ビッグチャンスだったけどつかめないでリチャードができダメ で井上上げて、で井上がそこそこいい感じで回ってるから、そして井上になっていくじゃん、だからダブル野村ね、うん、ダブル野村、はい、であとあのウォーカー来たから、はい、ウォーカー DH でしょ、もう場所ないやん、ないです、ね、これはもう今が売り時ちゃう、うん、だから売り時っていうか、まあ、本人のためにもチャンスっていうところでは現役ドラフト上げてもいいかなっていう ね正直。でもう一人が渡辺陸キャッチャー5年目、結構パンチ力あるから ね、うん、いいバッティングっていうね、ところで、でもあの谷川原がね、そうですね、うん、キャッチャーもう一本で宣伝で回と勝負みたいな、で峰井がいるわけでしょ、でまあ、海野とかってなったら、もう谷川と渡辺陸で、谷川が勝ったら、じゃあもう渡辺陸こそコンバーとかみたいな感じになってくるけども、それだったらもう現役ドラフトを乗せて、ね、本人のためにも新天地で活躍できるね、ところ行っても面白いんちゃうかっていうところ、ね、でピッチャーね、杉山和樹、おーまあ、パワーピッチャーね、はい、まあ、あのソフトバンクはね、そもそももう人、全然いないよ。戦力外もいっぱい出してトレードもいっぱいしてるから、そうですね、その中から選ばなきゃいけないからね。で考えた時に、まあね、C の戦力外になったからね、はい、今年結構ね使ったかなってちょっと思ったけどね。で杉山が残ったから、ちょっとしたらね杉山現役ドラフトに乗る可能性は十分あるんちゃうかっていうね、うん、ところではこの3人。はい、で続いてオリックス山橋。もうやることないやろ。山足はぶっちゃけ頓宮との勝負だったんだよ。で頓宮に負けちゃってね。でサード漏れたでしょ。でショート紅林でしょ。でセカンドがまあランダムでしょ。打たなきゃどうにしようもないからね。でもだから今年も2割っていうところでね、2軍ではまあそこそこ頑張ってるんだけども、ちょっとねもうオリックスじゃ出番なくなってくるんちゃうかっていうね。でまたあのルーキーも横山君取ったからね、そうですね、その育成に2軍は関わってくるしね、下手したら2軍でも出番がね少なくなってくる可能性もあるからね、
そうなったらもう今30歳がもうラストチャンスじゃん、はい、ワンチャン現役ドラフトに乗しても俺はいいんちゃうかっていうね。で投手村西亮太、お4年目26歳、近大から、まあ、ここもね2軍じゃいい感じで抑えてんだけどね、まあ、1軍なら1軍居場所ないね、入る場所がね。だからリリーフで言うとね平野で山岡がリリーフ入ってきて比嘉もいるしね、で阿部で本田とかね、小北今年良かったしね、山崎総一郎、宇田川、これちょっとチャンスだよね。そういった意味ではもう現役ドラフトでチャンス上げてもいいかなっていう、ね、でもう一人黒木優太、こちらも一緒じゃんね。一緒ですね、うん、やっぱもうちょっとチャンスないからね、はい、まあ、先発も多少してねなんとか持ち場の視野を広げようとしてたけども、ちょっと層がね、山本由伸がポスティングしたから山崎幸也いなくなったからって言ってもそこに入ってきそうな選手いるしね。そうなんですよ、結構若手もねオリックスいいんですよね、斎藤君とかもいいし、うん、なかなかねきついかもしれないですね、うん、っていうところではまあね、出してあげてもいいかなっていうね、うん、だこのねパ・リーグ6球団総勢18名の選手ね、はい、こういう現役ドラフトをぜひ乗してあげてね、はい、新天地でって可能性は十分あるからね、うん、俺面白い存在じゃないかなと思いますけども、本当の発表はねまだまだだけど ね、まあ、どうなるのかっていうね、まあ、佐々木がねもうトレードに出してあげた方がいいと同じような感じで、はい、現役ドラフトに上げてあの他のチームで活躍するようにしてあげた方がいいんじゃないの選手まとめましたけど、皆さんどう思いますか。